オリジナル。さて、この紙芝居は今から400年前、慶長20年5月7日に起こった大阪夏の陣のお話でございます。大阪夏の陣で八尾、若江、道明寺に起きまして、徳川軍と豊臣軍の武将たちが激突いたしました。それぞれの土地で豊臣軍は負けまして、さあみんなが大阪城に引き返して、大阪城を拠点に最後の戦いを望もうということで、八尾、若江、道明寺からどん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 武将が大阪城の方に退却してまいります。さてその時の平野は交通の要所、全ての道は平野を通るということで、八尾の人たちも若江の人たちも道明寺の人たちもみんな平野を通って、天王寺通って大阪城に帰っていきます。さあ徳川軍が自分たちの後を追って七街道を通って、地蔵堂を通って、ここの平野にきっと陣を構えて一時休憩するに違いない、そう考えた道明寺から引き返してきた棚田幸村、正しくは信繁と申します。幸村というのは実は架空の名前なんです。お話の名前だけなんですね。でもこれはお話ですので真田幸村です。真田幸村はこの日の尻口のあそこですね、地蔵堂の元、下の方の床の下に、きっと徳川軍が来ると思うところに地雷を仕掛けます。その後予定通りに徳川軍はこの肘口の地蔵にところに来て、そして食事の用意を始めました。さてその日が仕掛けていた地雷の導火線にポッとついて、チリ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 、導火線が燃え始めました。さあその地雷が今まさに爆発しようとした時、天の助けか仏の加護か、徳川家康は大将軍でしょ、将軍はおしっこがしたくなったちょっとそこら辺に失礼しますよ、おしっこしに出はりました。さあ出たのは大じゃなくて小なんですけれども、ここが家康の運のついていたドカーン。その時代に地雷は爆発し、地蔵堂は粉々になってしまいました。その時に地蔵様はまるで家康の身代わりになったように首だけピョーンと取れまして、ピューあの距離をここの千光寺さんまで首だけが飛んでまいりました。家康は寸前のところで命拾いをしたわけです。さあその爆発音を聞いた豊臣の、真田幸村たち、ドド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 ドと時の声を上げまして、徳川軍をどんどこどんどこどんどことやっつけます。徳川の兵隊たちは散々な目にあったという幸村の、手柄話でございます。そのお地蔵さんですが、この、地雷の爆発によって、首だけ飛んできたお地蔵さんは、第一部の最初の方、この前の方々は見ておられませんと思いますけれども、あそこの、千光寺さんの本堂の右脇のところに首だけのお地蔵さんが飾られております。それが日の尻口の地蔵から何百メートルかをぶっ飛んでここまで飛んできたというお地蔵さん、大切に大切に今も祀られているというそのお話でございます。
以上これだけなんですけれども、首里城はもちろん虚構の話で、どこから出てるかといいますと、難波戦記、なにわと書いて、戦争の記と書くんですけれども、そういうその読み物にこの話が載っております。この難波戦記というのは実は、もう15巻ぐらいありまして、読み物で大阪だけ流通したんですけど、もちろん東京では発禁になりました。家康のことをそんなおしっこして助かったなそんなね、もう向こうの人見たら怒りますし、でまたその後、先ほどおっしゃったも言われてましたけれども、家康が実はお葬式の列 その中に隠れてですね、で腰に乗って逃げてるところを、死んだはずの後藤又兵衛にですね、槍に刺されて死んでしまったと。で家康亡くなって、堺の南州寺でそれが分かって、の南州寺では手厚く葬って、いまだにその徳川家康の墓っていうのがあるんですよ、中堺に。で行ってみたらね、その徳川家康の墓って、昭和40何年かに新しく再建されまして、昔からあったそうなんです。でその立派に飾られてて、それから後の家康は影武者だったという話なんですけれども、まあもちろんあの豊臣徳川ではそんなことは認めませんので、認めないはずなのに、なぜかその秀忠とか家光とかがお墓に参りってるというその消極的な証拠で間違いないということを南州では伝えられておりまして、立派なお墓があります。ぜひよろしかったら堺に行った時に見ていただいたらいいと思います。ただ平野の地には家康が通ったということは間違いない。それでその秀忠がそのこの千光寺さんのすぐ近くに、冬の陣で焼け野原になった千光寺さんのすぐ近くに、まあ、陣を構えてたというのも間違いない事実なんです。でその、八百屋和解の、戦いで傷ついた武将がここまでたどり着いて死んじゃったという話も、事実として残っております。武将たちはやっぱりこの交通の要衝である平野は駆け抜けました。でもまあこの首里城の話は置いといて駆け抜けたということは間違いございません。平野は、こういう、まあ、その大阪夏の冬の陣で丸焼けになりながら、ここまでまた再興して、今またその昔を、蘇らせる町として、どんどんみんなも活動を始めていっておりますので、まあ、皆さんこういう平野の活動をぜひぜひこれからも、ご参加いただいたらありがたく存じます。以上、首里城のお話でございます。